日本埼玉県蓮田市、東東は埼玉県蓮田市の町名。現行行政地名は東1丁目から東6丁目。住居表示実施地区。郵便番号は349-0111。埼玉県東部、蓮田市南部に位置する。東側で、緑町、城、川島に、南側で、桜台、まごめ、蓮田に、南西側で、蓮田に、 北西側で、末広、本町、上に隣接する。国道122号蓮田岩月バイパスが東部を、縦貫するほか、埼玉県道154号蓮田杉戸線、埼玉県道311号蓮田河野線、埼玉県道322号東門前、蓮田線が地内に、奇襲点を置く。住居表示の実施により成立した。 元荒川河川地域は市街化調整区域に指定されており、それ以外は市街化区域に指定されている。ハス大地にほど近い地区は商業地として利用されており、他の地区は住宅地として利用されている。生産緑地地区は3丁目に1カ所存在する。住宅地の地下は2020年1月1日の工事地下によれば、 東五丁目607番1外の地点で12万6千円平方メートルとなっている。2020年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。宇都宮線が北西の境界付近を通るが、線路時期は末広、本町、上となっており、地区内には付設されていない。最寄り駅は、 同線蓮田駅であり、東5丁目607番一街の地点から約420メートルの位置にある。かつては、東6丁目にあたる地区を、武州鉄道が通っていた。国際工業バスと、朝日自動車により、蓮田駅東口発着の路線バスが運行されている。ありがとうございます。